万全の結果を出してくれるといいんだが。僕の名前は結城真宙、笑顔担当の18歳。カムギリプロダクションのオーディションに合格してアイドルになる切符を手に入れた。いやー嬉しいよね、嬉しいよね。ファンのみんなが自然と笑顔になれるような、そんなアイドルを目指したいと思います。俺の名前は影川亮が筋肉担当。いや確かに筋トレは好きだが、ま、男らしくて頼りがいがある担当ってことにしといてくれ。担当カラーはイエローで、ジョアル担当。え、僕みたいな綺麗な顔になりたいって？わかる、僕もこの顔大好きだから。あー眠くなってきた。これからどんどん新しくなっていく僕をちゃんと見ててね、約束だよ。絶対にアイドルで成功してみせる。期待を裏切らない疑いを届けるから、目を離さずについてきて。いいね。私はアントスのマイナスイオン担当だそうです。癒されるとかそういう意味なのかな。俺がいると空気が明るくなるってことで、ムード担当だってさ、悪い気しないよな。俺ずっと憧れてた最高にかっこいいアイドルになりたいんだ。みんなこれから応援よろしく。やっとアントスのメンバーが全員揃った。ちょっと個性が強いけど、この6人だったら仲良くなれそうな気がする。そしてアントスとして全員で絶対にデビューしてみせる。あとこのプロジェクトを倫理のかけらもない人体実験家のように囃し立てるマスコミもいる。何かあった場合は言わずとも承知しております。この調子でテストも合格して新曲リリースもどんどんしちゃおう。そうですね。楽しみだな。新曲ができたら振り付けもあるってことだろ。俺ダンス得意だし。自信満々だな。春田くんはすごいですね。私ももっといろいろできればよかったのに。心配することないよ、花が咲いちゃえばきっと簡単。そうでした。私たちの体には花の種が埋め込まれてるんですよね。じゃあ亮さんって呼んでもいいかな。お、できればそっちで頼むよ、ヒロ。よかった。改めてこれからよろしくね、りょうさん。お、俺の方こそよろしくな。プロテイン作ってあります。シャカ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 。助かる。見てください、背中に。